よう。わかった。お疲れ様でした。何か言いたいことでも殺してやるこいつだ。こうやろ。俺の番だな。
この家ゴミだらけじゃねえか。そこ一応質屋さん。え、質屋ってこれゴミ屋敷ってやつだろ。買ってる人は見たことないわね。あんまり広いから役所の人が何度か説得しにここの店主に会いに来たんだけど、ここのものは全部店の商品だ、勝手なことをしたら訴えるって店主が言い張って平行線みたい。こんなゴミが商品ね。匂いもひどいし虫も湧くしで私たちも困ってるのよ。なんとかしてほしいんだけどね。確かに近所にこんなのあったらきついよな。なんとかなりゃいいんだが。ババッと笑ってる。私の番ね。やんのか。なめんなよ。来いよ。行くぞ。俺の番ね。僕を甘く見る。容赦しないぞ。俺の番だな。ほら、着替え。これでどうだ。
酔っちゃったかな。いや、新入り。買い物か。この虫、普通の虫と違うな。銀色に光ってやがる。綺麗な。あ、全く信じられないざます。ま。こちらもパトロールを強化しているのですが。何か事件でもあったのか。彼のせいで川がこんなに黄ばん。いやいや、さすがにそ。ともかく一刻も早く立ちか。凶悪犯ってタチションするやつのことか。あの警官も悩んでるみたいだし。あの、ん？ああ。はい。そうだ。ん？ええ。ああ。ありがとうございます。それでは。ああ。
あのいいぜ。ありがとうございます。わかった。なあ、あんた、なんでそんなにゴミを処分したがらねえんだ。これはゴミじゃねえ。俺と妻の思い出。この店はもともと俺ら夫婦で切り盛りしてたんだ。大したか。ああ、そういえば元はちゃんとした店だが、ある日
家内が店番中に倒れてしまった。上ごとで最後まで。その時俺はといえば、家内を置いて俺が店にいればあいつは助かる。おみさん、それからなんとか一人で店を続けていたんだが、この七草はあいつが鑑定したものなんじゃん。そう考え始めたら、この中にあるものすべてに、それ以来何かを捨てるのが怖くなった。あいつごと捨ててしまうことになるんじゃねえかと。そして気づいたらこのありさまさ。俺だってダメなことぐらい分かってんだ。あいつが触れていたかもしれねえ塵一つ。あんたの気持ちは分かった。嫁さんを失ったのはだがよ、あんたの嫁が最後まで気にしていたその店ってのは、俺は近所の人にどこを見てもゴミば。二人で守ってきた大切嫁さんの魂が宿っていると。この身ゴミさん、お二人の大切業者の方は手配して。ご迷惑。それは俺よ。それでこの店を家内が守ってくれた大切な店です。どこかで見ていてくれるなら、胸を張って見せられるように営業していかないと。そうか、それじゃそのうち俺も利用させてもらうぜ。春日さん、本当にありがとうございました。今日はうちの課長に堂々昇進したら炊き出しの豚汁の肉を持った。じゃあ俺ははい。俺もたまには片付けしねえとな。頑張ってください。何か言いたいことだね。そんなに見ても何も出ないよ。笑わせるだけね。よし、嫌がら聞いてなさい。やるかこれ。よし、どう
ことでも何見てんだ、見ても何も出ない。一人にしやがる。よし、とっておき。誰かこれ、かっこいいよ。やってみろ。よし、いざ。見せてやるよ。ジャンプ入りました。どちらまで行かれますか？それでは出発。財布を置いてくれ。ランプにしてやる。よし、やってみろ。ほら、見てるだけだい。とっておき。ほら、それでは元気だな。元気だって。やめんな、俺の番だな。ほら、見てるだけだい。とっておきだ。逃げるなら今だ。盛り上がってくる。あ、ダメだよ。口だけは元気だな。逃げやがれ。絶対負けない。とっておき。ほら、見てるだけかい。試してみないよ。やってやるぞ。行くぜ。やるぞ。
やってやる。100万年早いんだ。強くなった気がするぜ。Like that.
てみろ。はいやー、ほら来いよ。来てみろ。そらよ、やんのか。ほら、うめえ。これ以上は許してみなよ。俺の番だな。見せてやるよ。よっしゃ、来た来た。こういうのはどう？しんどいね。来んや。いけるじゃねえか。いけるじゃねえか。どちらまで行かれます。それでは。水木さん、終了時間過ぎてるけど。うん、さっさと清掃して売り上げの精算よろしくね。はい、フロント、お湯の出が悪い？お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないで使ってよ。え、汚い。入浴剤とかでごまかしてよ。うん、洗面台の奥にあるやつ。はい。乙姫ランドでございます。なんだ、なのはちゃん。ん、ああ、そう、休むってこと？で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査受けてお薬でももらってくれば。生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたら親父さんの施設代払えなくなっちゃうんじゃないの？え、早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ。ん？泣いてんの？やめてよ。うちは人生相談所じゃないんだからさ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、じゃあ。はあ、ったくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね。お待たせしましたね。ダメだ、悪いが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな。胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ。はあ、ん、なんだあんたら喧嘩売るためにやってきたのか。え、カロワの親父からはなんとか雇ってもらえないかって言われてたんだな。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったって、こっちにも選ぶ権利はある。まあ、あの神戸って所長には申し訳ないが、
やめとこう。世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ春日。おい一番、何やってんだ。早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。なんだ、暴力か。ケツ持ち呼ぶぞ、ケツ持ち。うちのケツ持ちは青龍会だ。泣く子も黙る横浜青龍会だ。それでもいいのか。ここは青龍会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。おい、なんだお前。本当に青龍会呼ぶぞ、それでもいいの。働かせてくださいや、店長。あ？何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても他の方たちが。日本風俗反対！現金調査！